やがてエルデの王となる。ということで、行きましょうか。この聖樹の底へ。あ、こっちじゃねえや。まあ、寄り道に寄り道を重ねて、ミリセントのイベントも終え、そして、もうこの先思い残すことなく、迎えるでしょう。さあ、行くぞ。ミケラの刃、マレニアよ。来た。これは聖樹の底か。聖樹また黄金樹とは違う大樹ですよね。でも、その黄金樹の次の律になり得る、それだけの聖樹であると。それだけの力をマレニアは、いや、もしかしたらミケラが、持っていたのだろう。マレニア、石腕だ。目が塞がれている？いや、病に侵されている。待って、もう、死んでいる？マレニアもまた、限界だったのか。ラダーンとの戦いで。でもその義手は、いや、生きてる。I dreamt for so long.My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. 一人を待つ。誰をだ。アセビトか、それともミケラか。Heed.My words. I am Melania, Blade of Mikala. 来た。腐敗に侵されてなお、戦うというのか。マレニアよ。And I have never known defeat. 腐敗、いや、腐敗のマレニア。行きましょう。はいや。びっくりした。早っ。待って待って待って、早すぎる早すぎる。ミケラの刃マリニア、早すぎる。だが、ゆったりしているな。これは、ラニーの暗月を撃つ暇はあるんじゃないか？行け！暗月よ。これで、おお、900ダメージ。悪くないね。そんなにダメージ悪くない。待って、一旦動きを見よう。結構、この距離にいれば、これ攻め込める？あ、いけるね。リーチエグ。やば。これ気をつけよう。丁寧に行こう。回復狩りがあるかをチェックします。ないね。エスト狩りはない。ただ、この距離で攻めていくと、ダメか。ちょっと待てよ。一旦攻め込んでみる。逃げるか。リーチエグ。切り下がる。はい。はいはいはい。はい。ちょ待って、早すぎる。全体的に早い。そして受けてると、やられる。攻めていいな、これ。はい。はい。3発。蹴り。そして、1、2、3。これ攻め時だ。ひるむ。ちょっと待った。ちょっと待った、ちょっと待った。全然減ってねえ。全然減ってねえぞ。全然減ってないんですけど。なんで？結構ダメージ。いや、やばい。なんだ？うわ、回復してる。ちょっと待てよ。リジェネ、リジェネじゃない。テイクオーバーされてる。うわ、受けらんねえ、これ。これダメだ。縦受けダメかも。待って、やばいんだけど。ちょっと待った。回復するんだ。縦受けらんねえな。もう受けなくていっか。なら、外してみる、ちょっと。直剣二刀流。ここで行ってみるか。トリーナ、いや。ミケラの刃を。魔法打つ暇ありそうだから、意外と魔法相性いいかもしれない。で、腐敗は使ってこないな。まあ、もしかしたら2段階目に使ってくるかもしれないが。まず初手、ラニアンゲツ全然いける。追尾するしね。ていうか魔法相性良さそうだな。よし、いいダメージ。これどっちに置けるかだな。待って。なんだそれ。うわ、めっちゃ追尾してきた。よいしょ。あ、ひるむわ。ひるみいいな。はい。なるほど。体力がきちい。まあ、でも即死はないから、いけるわ。頑張れそう。二刀流良さそうだな。これ状態上効くかな。これさ、赤い腐敗犯されてるじゃん。
俺、あえて赤い腐敗に犯していくっていうのはありな気がするんだよな。ワンチャンこの睡眠腐敗二刀流使って病に犯すという、そして眠らせる。ルーンは邪魔だ。もう考えたくない、ルーンのこと。てか攻め込めるな、これ。まさか先手必勝ゲーじゃない？ワンチャンある。はいはい、いやあるな。いやめっちゃある、これ。先手必勝ゲーめっちゃあるな、ここで。いや、あるな。ある、犯されない、赤い腐敗、睡眠等はまだ起きない。でも全然これ、余裕なんだけど、これ。危ね。いや、これ攻めちゃった方がいいわ。あー、ごめんなさい。出た！ PV で見たやつ！おい、全開してるわ、ほぼ。やべえ。ちょっとやべえな。やばい、ちょっと待って。受けちゃいけないってあたりがやばいな。てか火力出した方がいいわ。ちょっと腐敗とか、そういうのやめよう。これはこれ、いっちゃおう。暗月の誓いの剣。さあ、暗月の力を。ラニの力を見せてやる。これ待って、月光いけるんじゃね？さすがにかわしてくるか。それディレイだ。オッケーオッケー、わかった。それはいいな。これ攻め、あ、攻めすぎダメだ。これマジ一発で終わりだな。一発以上撃つと、持ってかれる。でも、ほら、いいね、ジャンプ攻撃があるわ。やっぱこの距離でちょっと中距離維持だな。ジャンプ。うん、いいねいいね。一発避けで。なんだ？おい、ミリセント。うわ、追いすぎ。ミリセント来た。そりゃそうだよな、剣技。あの剣技は流水の剣技。流水の剣とは、トリーナの剣技か、それともミケラの剣技か。俺、流水の人が誰なのかっていうのをね、すごく考えてるんだけど、腐敗を抑えたムクキンが、ミケラだとしたら、流水の剣技もミケラなんじゃないかなって思ってしまうのでした。でも攻め込むのはありだな。攻め込むのはありだけど、ただ攻めすぎはよくない。これスタミナ使いすぎるな、マジで。マジでスタミナ管理ゲーだわ。はい、あ、これいいね。左側抜けていくのいいと思う。チャンス。これまずいっしょ。これどうする、これ。いやー、これ待って、ミリセントやばいな。ちょっと待って、ミリセントのかわし方わかんねえ。これ攻めたら負けか？ひるませられる。で、一応ローリングで回避もできるから、この暗月の誓いは悪くないと思うんだ。悪くないが、それ以上今先が見えてない。よいしょ。で、逃げて、とにかく逃げた方がいい。逃げよう。常に距離を取る。常時距離を取って戦っていく。で、ストガリがないから、これはこういうの打ってった方がいいよね。あ、ダメだ。危険だ。もうこれ魔術の危険しかない。これを展開しておいて、そして、ひるみ。待って、ひるみ取れる？これで。取れないか。これでひるみ取れたら最強なんだけどな。あとは、とにかく、必殺の一撃だけ食らわないように。そこで逃げちゃう。来る。はいはいはい。終わってる。終わってる、これ。3回。3回。3回。へぇ。はい。はい。はい。OK。よし。で、逃げて。今の良かったね。時計回りやってみるか、ちょっと。無理やり。時計回りムーブ。これ危険2個ぐらい挟んで、はい。で、一発。時間差。いいんじゃね？結構強い。あ、いいね、走り。手前走りで、一応、対応できる。オッケー。強いやつ戦うのは楽しい。楽しいよ。マレニア。君と戦える日を待っていた。やばい、武器定まんねえ。何がいいんだ。でもやっぱりラニの力信じるか。てかラニの暗月有効かもしれない。正直初手かなりありだ。これ当てればさ、即座に凍結してくれるし。で、これで隙に暗月の月光剣も打って、で、この青エストも決められる。耐えたな。でも多分あれ、まっすぐ逃げても絶対追いつかれるわ、今のあの連撃。多分ね、切れ目切れ目でこう抜けてく。あー、これか。うーん、分かんないけど、今の感じだな。ちょっと見えたな、これ。ちょっと待って、今の見よう。直近
1分ちょっとこれマジここ今見直すわ。分かった。多分だけど初手はこれ多分距離取って逃げた方がいい。これはいけた。で今の見た、相手に向かってローリングしていく。2発目からは多分それで抜けられる。これは距離で回避する。これは追尾してくるから。でこのためが来たらミケラじゃないマレニアの後ろに行くイメージだ。マレニアの後ろに抜けていくイメージで多分行けばあの必殺の一撃は抜けられる。多分それを回避できるようになれば俺はもうかなり勝てると思う。でちょっと試しにラダゴンつけてみる。いや正直ラダゴンの火ダメアップの方がやばそうだけど、ちょっとそれ以外本当にやばいのかどうかの確認もしないと。でこのじれてる状態になったらこれは攻めちゃダメですぶっ飛んだわなんでもない、今のなんでもない、なし。あの必殺の一撃を対応する絵さえ見えればおそらく1段階目は問題ない。あとは2段階目がどうなるか、もっと苛烈って考えると涙が止まんないかもしれない。ラダゴン邪魔だわ。半分超えたが何もねえ。これゼロになって2段階目勘弁してほしい。半分で何もねえか。これゼロで体力マックスで復活だわ。まあでも6割削れるぐらいにはまあ押し切れるな。正直ね、この両刀が一番いいわ。この両刀と魔術の危険を合わせていけばかなり強い。ちょっとこれでとりあえず2段階目を見よう。うわー、結構いけた、結構いけた、見えてきた。おお、いいね、今の避け方いいな。後ろひたすら逃げて、で最後はもう一回抜けるだけ。ガデューラもいらない、もう洗練していこう。これ以外いらないわ俺。この二刀流が一番今合ってるんじゃないかなって思ってる。だから信じるわ、決勝剣を。俺はこの2本の刃を信じる。絶対に勝つだろ。あと両刀のいいところは左手を、これ左十字キー一発でチェンジできるのがいい。両手持ちにするってなるとね、ちょっと操作に手順が生まれてしまうんですよ。それが邪魔、それがノイズ。よし、いった。さあどうなる。うわ待って、これ解放しそう。腐敗を。ラダーンと戦った時自らの腕に刺したあの剣はムクキンの針を折ったんだろう。それで腐敗の神を解き放った。それこそが彼女が最後にした。待って、人に見えるミケラか。いや、ミケラは、焼けただれ、そしてあの眉の中にいるはず。Wait. うわぁ、解き放、咲いた、つぼみが。それだよ、その一撃が。ラダンと相打った一撃。さあ絶望させてくれるんだろう、マレニアよ。咲かせるんじゃねえ、翼。エオニアの蝶か。飛ぶか。おぞましいものを見るだろう。これが神の力か。目は閉じている。腐れ。ちょっと待ってくれ。腐敗の女神。ああ、やばい。やばい。花が咲いた。近寄れねえ。
いや、もう近寄らなくていいのか。まずい、やってくること一緒だよな。うわ、腐敗混じり、腐敗が混じってる。これかわして、いやー、そこまで来るのね。オッケー、飛んで月まで来る。あ、死んだ、やばい。よし、はい。いや、これはだいぶ攻めてくるようになったな。オッケー、そこは一緒ね。いや、でもひるむ、ひるむのは一緒だ。ただめっちゃ常に距離詰めてくるから。はいはい、いける。よし、しっかりかわして、かわしていけばいい。いいいいぞいいぞ。かー、腐敗混じるけど、まあこれなら、これならか。魔法打つ暇はなくなるな。まあでも攻めてくるってことは隙が増える。あー、ただあの連撃、連撃をやってくるかどうかの問題だな。多分あれがなければ俺かわしの方で戦えると思うんだよな。これ1段階目はもう速攻で終わらせよう。もう魔法で、魔法メインでいい。1段階目は2段階目にもう焦点合わせよう。もう1段階目は俺の敵じゃない。まず初手ね、ラニーの暗月、この無限 MP 編でぶっぱ2回できるから。よし、やべ、1段階目対応したかも。問題はここ。問題ここですね。とりあえず逃げましょう。とりあえず全力逃げして、この腐敗状態をとりあえず危険で連発して、で体力全開にして、はい、これかわして、これが来る。まあ、ひるむっちゃひるむからそれほど問題ではない。あ、でも一応ゆったりするタイミングがあるな。これして、こう、そこまで来んの。危ない危ない、腐敗来そうだった。やんのか、やんのか、あんのか。よくかわした、よくやり過ごした。いける、蹴られた。よし、回復回復、かわして、もう強い強い。しぶり、これはどう回避する。とりあえず逃げよう、とりあえず逃げて状況整える。しっかり整えて回復まで入れて、魔法は打てるな、打てるなら打とう。でとにかく飛び込んでくるのも待とう。あぶね、やがてエルデの王となる。ということで、約2時間弱、マレニア戦、やり続けまして、まあ、ちょっと集中力切れたなってことで、しっかり休息してから再開ということでやっていきます。で、ちょっと今のままだと、クリアがかなり厳しいというか、まあ、2段階目の出れ方次第みたいな感じになっちゃうんですよ。で、問題点を動画見て洗い出したんですけど、もうたった1点。カウンター気味に打ってくる、あの流水の剣技ですね。あれがもう、至近距離だと避けられない。だから、そもそもあの状況を作ってはいけないっていうのが答えなんですけど、ただどうあがいても、それは作ってしまうんですよ。できてしまうんですよ。敵の攻撃のスカリに攻撃を当てているようでは。で、これまで、たった一つだけ、どのボスにも試していないムーブがあって、今回ちょっとそれを試したい。というのが、こちら。バックラーのパリーです。そういえば俺パリー、
誰にもやってなかったなと思って。これね、マレニアと戦ってる感じが、僕はグイーン王と初見で戦った時、パリーを知らない頃のグイーン王戦になんかね、似てると思うんですよね。どこで攻撃差し込んだらいいんだっていう、どこまで逃げたらいいんだっていう。これちょっとバックラ試すかと。せっかく用意したし。っていうことで、とりあえず、やってみます。で、パリーを狙うタイミングは基本的に決めてあるので、そもそもパリーが取れるのかの確認をします。で、パリーが取れるのであれば、2段階目に応用していく。という感じで、やっていきましょう。これとかだよな。あ、ごめん。もうそれどころじゃなかったわ。まずは動きを思い出そう。まあ、そもそもパリーが取れるかもチェックしなきゃいけないから、もう強引にパリー取ってみよう。これとか、無理か。今タイミングがわかんねえ。俺今作、一回も多分パリーしてない。一回もまともにパリーしてないから、ちょっとタイミングわかんないな。いや、ちょっと待って。とりあえずやれるって確認しないと、前に行けないぞ。やれないんだったらこれまでのムーブを徹底、より徹底するだけ。いやー、どう今の。今のは、早いってことか。いけそうだよな。なんかいけそうじゃね？タイミングがわからん。お、え？弾かれた今。パリしたのに。え、待って、できない。え、できねえかも。できないの。今なんか変なの出たぞ。チェックチェックチェック、要チェックや。いや、弾かれてんだけど。なんだこれ。できないってことか。できねえか。対策されてんのか。結構一流の望みだったんだけど。まあいい。とりあえずいつも戦術で行ってみよう。そう、これがね、今みたいな感じで来るともう、無理なんだよね。武器、直剣じゃないのかな。いや、俺、可能性としてさ、パリー、え、パリーないか。今思ったけどさ、まだ理性を保ってるじゃん。彼女。マレニアは。理性をある種失った解放した姿なら、パリー取れるとか、あってほしいんだけど、マジで。てか、それがないと俺ちょっとマジできついかも。一段階目はさ、魔法で、なんとかなるんだけど、これに関しては二段階目きついな。まあ、ちょっと一段階目、超えてから、考えよう。そもそも魔法が違うか。奇襲のつぶて。あるかも。なんなら追尾するし、岩石弾もある、あるかもな。撃ってみよう。お！いいね。え？めっちゃ良くない？は？やべ。あ、当たんね。どういう時当たんないんだろう。コスパちょっと悪いな。コスパ若干悪い。これはどう？岩石弾。だー、強いな。岩石弾結構威力出るな。俺昔の、かつてのまだ杖が弱かった頃の威力全然出ないあれしか知らんかった。え、使った。でも、つぶてがいいな。つぶて良さそう。でも、たまにすかされんのがマジで。この、多分これ、うわー、これ待って、すかるな。つぶてまっすぐ歩いてくんないとすかるな。岩石弾。強いし、ひるむけど足が止まるな。足止まった瞬間に、流水の連撃来たら終わりだから、ダメだ。それ考えるとなんかもう、まあ、それ考えるともう何も打てなくなるわ。ほら。ダメだ。つぶてはダメだな。強いと思ったけど、意外と当たんね。暗黒波使ってみようかなって思ってます。暗黒波で強引にひるませる、そんな道もあるんじゃないかな。まあ、試すことは試そう。試せることは、大いに試す。だからそもそも近くに行けねえ。あ、潰せた。ジャンプ潰せたな、今。こういうとこ狙うっしょ。狙えんのこれ。いいね。いや、きつい。ちょ、待って。やべ。逃げそびれた。逃げ遅れた。うぅ。大味だけど、ワンチャン、あるな。あるね、暗黒は。え、あるの？まさか。え、あるな。ちょっと待って、これ。この武器がある。この武器があるぞ。近接で戦えるんだけど。だったらこれでよくねってなるよね。これのジャンプ攻撃でよくねってならないですか。3周したわ。3周してこれかもしれない。3周して。てか、むしろこれであってほしい。一番可能性を感じたのが、グレートクラブ。グレートクラブ暗黒化が一番可能性感じるんで、これで戦ってみようかなと。
よし、試すか。パリエ、試す価値はあるよな。あるはず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 。これかわして、ダメだ、違う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 、ムーブが違う。これでしょ、ダメだ。やるにしても、うわー、パリーパリー。いやでもこれ普通に戦ってもきついわ。1段階目暗黒波結構ゴリ寄せるけど、2段階目それ保証がないんだよな、早すぎて。やっぱしんどいな。魔法一辺倒がなんか攻略としては一番今のところ芯食ってる気がする。多分勝つ確率としてはそれが一番高そう。ただ2段階目逃げきれねえ、やっぱり。今結構逃げに徹したけどきつかったな。おお、2連続暗黒波で、まさか地名、まあ、地名が取れることが分かった。そう、地名の一撃あることが分かったな、収穫。これいいね、これいいね、ゴリ押しできる。よし、おい、いけるぞ、暗黒波最強。ででででで、まあ、問題これだよな。これ待って、もう1段階目のムーブ見えたから、ちょっとガチでパリ2段階目ならいけんじゃねっていう説を。てか2段階目もこれひるませればいいじゃん。ダメだパリ狙うべきじゃないか。なんならこれラニの暗月打っていいな、打ちどけ。すでにダメージを受けてるんだよな、腐敗している。いけるか、はい、行っちゃった。はい、どんどんどん、まずい。なんだ、何それ、それは聞いてない、それ聞いてないわ。姉妹たちか、スリーシスターズか、いやフォーシスターズか。なんかいいファイトの方がいいかも左時計回りで、もちろんあれが来ないこと前提になっちゃうけど。まあ使ってみよう、あらゆる戦場戦技を使って何が正しいかを、誰が正しいかを見ていこう。シャンシャンシャンの連撃を右斜め前に避ける練習します。それだけ意識しよう。とりあえず食らってるんだよな。もしかしたらこれってさ、もう初手今の攻撃がそういうことなんじゃない、ダメージを受けるような攻撃なんじゃない。だからどうした、何これ、なんだよこれ、これわかんねえ、これわからん。向かってかない方がいいか、飛び上がって1、2、3、4、5、バーンできて1、2、3、4、1、2、ディレイ3、4、5だな。1、2、ディレイ3、4、5。パリを捨てよう。パリ、何それ、今日ちょっとラストにしようと思ってるんですけど、1回だけ使ってみるか。久々だな、ルーンの子らよ。ゴッドフレイの力、黄金の力を俺は今手に入れた。これで勝つ、これでいけたんなら体力が少なかっただけだ。結論そうなる。うわ、死ぬんだ。今日はこのぐらいで勘弁してやるよ。
猟犬ステップやばいわ。水流の攻撃ゴリ押して回避できた。で結局これに戻ってきたこのスタイル。よし、1段階目近接でいけるようになったわなぜか学習してしまった。わー、いい感じ。1段階目がいい感じだ。間違えたすいません、練習してただけなのにルーンの子使っちまった。やるか、頑張ろう。はいはい、ワンクッション置いて、はいはいはい、うーわ、12、ここまでいい。なんだこれ、わかりません。さあ、ということで準備は整いました。約5時間ほど探索を終えて、まあいろいろありまして現在の構成にたどり着いたという感じになります。この赤い腐敗に対抗するためのフランベルジュという力を今回使っていきます。まあ状態上ですね、霊気と出血を使っていくと、これでダメージを稼いでいく。しかも二刀流でひるみを取って、で致命に派生させていくという形になります。そして杖はカーリアの王爵、こちらに変更しました。これは単純に消費 FP の問題ですね。今回ラニの暗月、そして滅びの流星で2段階目に一気にダメージを稼いでいくというムーブを予定しています。ということでタリスマンは攻撃が連続するほど攻撃力が高まる、こちらと黄金寺の恩寵、竜印の大盾のタリスマン、そしてラダゴンのただれ刻印、とりあえずつけてみます。これはどっちかというと FP とあとはスタミナですね、これを上げるのが目的です。装備はまあもう久しぶりですね。何時間ぶりだろう、約140時間ぶりの、いや130時間ぶりぐらいかな。でこれまでは初手にラニーの暗月打っていたんですけど、これは2段階目入るときに打とうと思います。ということでまずは神聖、この新しい装備で一戦目いきましょう。まあ動きをねしっかり確かめながら、この一発で当然決めてしまってもいいわけですよ。これね2発までいけるから、でこれで離れるといいダメージでしょ。あとは出血と霊気で状態上ダメージで稼いでいくだけ、これはまあラッキー。はい、でしっかり見て1、2、3、いい、スタミナいいな。で、これ、凍結します。ってことで、限界まで行こう。これは、はい、はい。2段ね。出血を取りに行くかな。いいね。いいね。ダメージいいね。ダメージがいい。すごくいい。1、チャンス。これ、炎を入れて、凍結を解除するっていうムーブもね、全然あるんですよ。これ、まずい。これ、抜けていかないとな。あの左か前に、まあいい、これ抜けていかないと。でこれ回避して1、2と、で3発いく。はいはい、チャンス。これは出血で凍結するから美味しい、めちゃくちゃいいな。はい、猟犬ステップ全然スタミナ使わん。よし、赤エストも使って1回避、チャンス、出血させろ、いいね。で離れてくれる。あの流水の一撃来ないな。っていうか1段階目やっぱなんかもう近接ムーブにしてから超楽勝だ。終わり、 OK、 楽勝です。でこれで2段階目はこれを飲んで素早く逃げる。で逃げて花が咲いたよ、そこにこのラニーの暗月を打って、そして滅びの流星をぶっ放する。これマジ強いんですよ、滅びの流星がマジで最強。やばい、やりすぎた。やりすぎたけどいいや。やりすぎたけどよかった。だいぶ稼いだな。そう、これ避けてくれるので、とりあえず、一旦は避けてくれる。で、ここまで来たら、回復。おいしくねえ。一撃がでけえ。はい。でかいでかいでかい。はい、はい。はい、はい。わかんない。最悪、死んだ。うわ、まあ1段階目はかなり余裕があるかな、余裕がありそうです。まあてな感じで
ちょっとね、2段階目ガンガン試行していって、試行回数増やして戦っていきましょう。あとやっぱラダゴンは外そう。ちょっとモーゴトン大ルーンで行ってみるわ。これそんな上がってないな。あとやっぱ初手ラニの上げすると、2段階目魔法打つ暇そんなないかも。これで1段階目ある程度稼ごう。稼ぎまくろ。だいぶ稼げるっしょ。2発ぐらい打てる。3発ぐらい打てるか。だいぶ稼いだね。離れればいけるな。痛い。うわー、めっちゃやってくんじゃん。やべ、好きね。なんだ、うわー、もう一回やってくるのか。もう一回やってくるのね。分かったわ。今相当手応えあった。もうちょいだな。
よっしゃ、オッケー、よっしゃ、俺が王だ、俺がラニの王なんだよ。かぁ兄様、ミケラ、I'm sorry. I finally met my... 腐敗の女神、腐敗には抗えない、負けがないなんてことはない、いつしか負けは訪れる、まれにはそれが今だったんだ。いやー、やばい、やばいわ、間違いないわ、最強、歴代ソウルシリーズ、歴代フロムゲー最強、マレニアです。いや、まさか俺が猟犬のステップに甘えるとは。いやー、きつかった。あー、きつかった。いやー、ちょっと生命無理だ、足んね。足りない。無理っすわ。さすがにこれはもう大ルーン使わざるを得なかったわ。3桁死んだんじゃねえの。うわー、マジで。おい、花が咲いたよ。ムクキンの針を返す。ミケラの針。あ、コリーガの装飾探石だ。欲しかったんだ。マレニア、やはり腐敗には勝てなかった。腐敗の神には勝てなかったのか。外なる神。その外なる神というのは、マレビト、まあマリカも外から来たみたいな文章はフレバテキストでありますけど、僕ね、一つ面白いテキストをね、見つけまして。この誘惑の枝。これ、新人ミケラはあらゆるものから愛された。愛するを強いることができた。もしかしたらマレニアも、いや、モーグも、皆すべて、新人ミケラに、愛されるを、強いられているのか、なのかもしれない。いやー、マジしんどかった。対応できたかって言われるとちょっと微妙ですけど、昼見ですね。昼見とあとジャンプ攻撃が肝な気がします。正直これジャンプ攻撃を染み付けてるような人には意外と簡単だったかもしれない。っていうのも、ジャンプして攻撃するってムーブだと、相手がね、カウンター反応してこないっていうか、してきにくいんですよね。まあその前にひるんじゃうっていうのがあるんですけど。まれにはね、近づくとカウンターで絶対ステップして攻撃してくるんですよ。で、それをローリングで避けて対応するっていうのを自分でやってたんですけど、でもこの体験二刀流だったら、これでひるみ取れるから、まあ、これ使ってった方が明らかにいいなっていうことで。はい。ということで。テキスト読もう。このマレニアからもらった何をもらった、マジで最強っすね。ちゃんと最強だったわ。びっくりした。ミケラの針か。多分これゴーリーに渡せば、もう最後の物語が見られるかもしれない。ん？ないぞ。え、待って。まさか武器。ていうか、なんだ ?48 万ってなんだこれ。マジか。これか。え、道具？あ、無限に使える道具とか、見当たんないですけど。あったあった。え？狂い火を受領していればそれを沈めることができる。外なる神の干渉を退けるため、ミケラが紡ぎ上げた無垢金の針の一つ。狂い火を受領していてもそれを沈め、狂い火の王となる運命を回避できる。え？ただしこの針は未だ未完成であり、ファムルじゃないのか。ファルムアズラにあるという時の狭間、嵐の中心でしか使用できない。ほう。時の狭間、ファルムアズラ。ファルムアズラって過去の姿なのかな？それこそ巨人戦争だっけ？とか、古竜戦役とかがあった、その黄金樹以前に戦い合っていた勢力なのかな？もしかしたらファルムアズラって、この、狭間の地の物語というか、狭間の地ではなく、外の世界、それこそ稀人ですよ。稀人のルーンがねえや。そういうことです。マレビトは外から来た。で、マリカも外から来たっぽいじゃないですか。なんかそれこそさ、ラダゴンってリエーニエ戦役で、レナラを見て、そして結婚したじゃないですか。嫁いだじゃないですか。なんかそれと同じで、またマリカたちが外から来て、それで、ゴッドフレイっていう神なる王、王なる神を見て、結婚しに行ったっていう。まだその前にだから、黒き剣のマリケスとマリカの話がよくわかんなくなっちゃうな。あの二人の関係性がな、裏で手を結んでるとは思うんだけどね。ってことはさ、狂い火は外なる神ってことか。この狂い火の王になる運命ってのは。なんかこれはよくわからないけど。多分あの地下の扉、赤い扉、あそこしゃぶりりに見入られて、あそこに行ったそのバイクとかね、
その道をもう一度僕も紡いでいけば、この狂い火の王となる資格を得るのかな。運命を回避できるってのが怪しいよね。運命を回避できるってどういうこと？運命を回避できるってことは、黄金樹告げなくなる。あ、そっか。狂い火ってそうだ。そもそもメリナを種火にするのか、自分自身を種火にするのかみたいな、そういうお話だったと思うから、だから自分自身種火にしちゃうと、他のルートが歩めないってことか。狂い火になると。まあでもこれ解く術をゲットしたってことだから、むしろ俺は狂い火やっぱ探しに行った方がいいよな。しゃぶりり食べさせてるあの子を探せば、多分たどれる気もするんですけどね。待って、これによって、しゃぶりりは？しゃぶりりがなんかもっとちゃんとヒント教えてくれればな。何回か通ってますけど、ここ何もないっすよ。ということで、いやー楽しかったね。楽しかったです。これ、最強なんじゃねえの？これより強い本編ボス。死ぬぞ俺。ダクソ3における DLC なしの無名の王的な感じを受けました。強いです。まあ、ただ一つ言えるのは、ドレインはあんま考えない方がいい。で、あと、回復のやたらとでかい攻撃だけちゃんと避ければ、まあ意外と大丈夫ですね。あとインファイトが基地でした。まあただクイステ頼りだったからちょっと、まあムーブはまた煮詰め直さないとな。一回祝福帰ろう。